はい、セクシーです。今回もね、グランドセフトオート5キャンペーンのプレイ実況動画をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。トレバーからねスタートになります。今回のサブミッションのね、不審者と変質者のバインウッド土産をねやっていきたいと思います。テリーを探せ、バインウッド土産、テリー、ディクシーを捕まえろ。はい、あ、ディクシーさんいるか。結構この犬は早いな。逃げたいのを追いかけてるだけだろ。大騒ぎするようなことか。こっちへ来い犬頃、パパを困らせるな。ああ、今の首を取ったんだ。君のおかげで頭のいかれたババアが喜ぶぞ。これ終わりなの。ほら、ケリーがこの件をリハビリに戻る理由にする前に戻れ。おお、使いを取ろう。終わりなのこれで。めっちゃ早い。まだ1分しか経ってないよ、これ。セレブリティニュースフラッシュ。マニアックステイルズコールフォンカリー・マッキントッシュズドッグインロッフォルド・ヒルズ。オーワー、デライトフォル。ミセス・トーンヒルズウィルハブミスポーティングバットインザベッドルームビフォーザウィークイズアウト。オー、アイジョークオブコース。ウィリリーカンタンクユーエナフォルオーディエフォルトユーゴイントゥメイクアウホリデイソースペシャル。ああ、ドンメンションイット。アイオーイズエンジョイミーティングピープルモアケミカリーアンバランスダンマイセルフ。ミッションバインウッド土産ケリーをコンプリートしました。ちょっと時間あるんでね、これ。あ、この車ずっと止まってるの。これよし、これ調達するわ。拝借させてもらうよ。あれ、これ乗れねえの。おかしいよこれ。ねえ、これ乗れねえな。なんでこれ、これ乗るか。降りろ。ちょっとミッションないんでね、これ行くかも。この小型潜水艇ってやつ。結構面倒くさいよ、これ。なんか。ねえ、これずっと女ってんの、これ。おかしいよ、これ。オフにしてんだけどな、これ。雨降ってるからちょっとやれやな。路面が滑るんでね。これバンシーっていうあれだな、やっぱスポーツカーなんだな、これ名前な。ブラウッドバンシースポーツカー。結構距離あるんだよね、これ高圧潜水艇まで。結構3分ぐらいこれかかるの。これちょっと FPS でやるのはやりにくいんで、雨も降るんでね。GPS でちょっとやっていこう。結構雨降ってるんで、結構事故が多いな、これ。他の動画で2つぐらいのミッション、2つとか3つの1本の動画に2つとか3つのミッションを収録していくっていうような話したんだけど、かなりのデータ量が多かったんで、1本の動画に1つのミッションで一度やっていった方がいいんだよね。動画の時間がね、短いとやっぱデータ量少ないんで、その方がいいんでね。データ量多いんでね、エンコードの時間かかっちゃってね、積んでる子でエンコードしてるんだけど、で、あと、データ量多いと、エンコードの時間も長いし、YouTube にアップロードする時間も結構かかるんでね。今回はね、さっきのミッションが短かったんでね、2つのミッションやっていくんだけどね、2つの動画に2つのミッション入れていくんだけど、2つの動画にね、2つのミッション収録していくんだけどね。
通常は1本の動画に1つのミッションをやっていくんでね、今後はね。これちょっと邪魔ですな、これな。このバンシー、本当にとってもね、いい車でね、このグランドセフトシリーズでおなじみのね、車なんで、登場するんでね、バンシーもグランドセフト3に登場したと思うんだけど、グランドセフト3では日本のヤクザも出たんだけどね、日本のヤクザが愛用してたヤクザスティンガーっていう車があったんだけど、あれはめちゃくちゃねスピード出たんでね、うん、本当はとっても速いんでね、バンシー、このバンシーより速いんでね、全然グランドセフトとシリーズでよく登場するのはね、このバンシーと、あとポルシェにいたらコメットっていう車と、あと、この2つがよく出るんでね、ヤクザスティンガーは後で、他のシリーズで登場したのかしょうがないんだけど、グランドセフト3ではね登場したの分かるんだけどね、うん、あれめちゃくちゃ速かったんでね、ボディも軽くてね、時間制のミッションとかとあれ必ず使ってたんでね、うん、全然他の車より速いんでね、ぶっちぎりで速かったんで、潜水艇を手に入れろ、これ船に乗らないといけないの、これ、ああ、この船に行かないといけないんだ、これ小型潜水艇っていうミッションなんでね、この船に行かないといけないよ、これ、ああ、あっか、車で行けばよかったかな、これな、これ簡単じゃないと思うんでね、これ、うん、ミッション失敗する可能性あるんでね、現時点で7分経過してるんだけど、これグリーンなんだ、これ あら、このグリーンの仲間なの、これ こうか、警察を呼んでやる、ちょっと逃げよう、よし、上に登る必要がある、あら、何やってんだこれ、よしよしよし、乗れたぞ、警察の追跡を振り切れ、どのぐらいいいんだよこれ、よしよしよし、オッケーオッケー、潜水艇に乗ってる時には四角で上昇、丸で下降する、潜水艇やり方忘れてるんだ、これ、これ潜りゃいいんだよね、これ、潜ってりゃおのずと低緯度は解除されると思うんでね、そんな時間かかんないんだ、これ、トレバーがロスサントス港の偵察の終了間際に計画立てたでしょ、お、回収地点に行け、計画立てたでしょ、その大掛かりなミッション、ミッションに必要な潜水艇なんだね、数日間おかしなときに協力するよ、四角で上昇だったよな、これ、分かったよ、ここまで来てこれ、
ウエストハトバンよ。そっか、トラック。The union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the Freighter. Do some research. Marry with a security consulting friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution. They behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Merryweather are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. 結構時間かかるじゃん。I'll look forward to that. Okay, well, that's more like it. 浮上昇華。ちょっと分かりにくいね。どうなってんのこれ。全然遠いじゃないかこれ。あっか、あちょっと上がれてんだよこれ。逆に進んでたこれ。沈んじゃおうか、潜水艇なんでな、せっかくなんで。今まではね、本当にね、グランドセフトオート5のプレイ実況動画、本当にね、今年の1月からね、全然やってなかったんでね、ずっと CODAW やっててね、もう最近また再開したんだけどね、あの8ヶ月ぶりにね、ずっとそれまで CODAW ばっかりやってたんでね、CODAW も最近マッチングしないんで、ちょっと。まあ、マッチングしないからっていうわけじゃないんだけどね。なんじゃ、イルカか、ま、CODAW がね、マッチングするしないかかわらず、グランドセフトオート5のプレイ実況動画やっていくつもりだったんでね、今後はちょっと CODAW のプレイはちょっと今ストップしといてね、グランドセフトオート5のキャンペーンのねプレイ実況動画バンバン上げていく予定なんでね、よろしくお願いします。1月からなんで8ヶ月ぶりの本当再開なんでね、今後はまた今まで CODAW ばっかりバンバン上げてたんでね、今後もグランドセフトオート5のプレイ実況動画をね、楽しい動画をねバンバン上げていく予定なんでね、よろしくお願いします。メインミッションをはじめねサブミッションもね、あとマルチプレイの動画もね上げていく予定なんでね、よろしくお願いします。マルチプレイおそらくこのキャンペーンを全部取り置いた後にちょっとやっていこうかなと思ってるんでね、ちょっとマップで確認、あともうちょっとやらなきゃ。今現在9月の末なんだけど、9月15日なんだけど、11月何日だったかな、6日だったかな、3日だったかな、忘れたんだけど、COD のブラックオプス3がねリリースされるんで、BO3 がリリースされたらもう BO3 ばっかりやっていくと思うんでね、その前にちょっとグランドセフトオート5のプレイ実況動画もねバンバン上げてやっていきたいと思います。まだプレイしてないゲームとかもいくつかあるんでね、まだ開封してない、開封すらねしてないゲームとかもあるんでね、ザ・ラスト・オブ・アスもまだ一度もまだやってないんで、開封してないんでね、あれグランドセフトオート5のプレイ実況動画を、グランドセフトオート5キャンペーンのねプレイ実況動画撮れたら今度
ラストアスちょっとやっていこうかなと思ってるんでね。ちょっとまだかまだちょっと未定なんだけど、おそらく多分ラスザラストバースザラスザラストバースね、ちょっとやっていくかもしれないんでね、期待してください。あとプレイステーション、まあ紹介したいね、あのプレイ実況でもやっていきたいゲームとかいっぱいあるんだけどね、あのプレステ3版とかでもね、過去作でもね、あのグランドセフトシリーズはあのロックスターゲームズさんがね手掛けてるゲームなんだけど、あのマックスペイン3っていうねゲームもねあるんだけど、これはプレステ3版なんだけど、これもめっちゃ面白いんでね、とっても俺ハマったゲームなんでね、うん、まあいろいろあのレッまあいろいろあるんだけどね、レッドデッドリデンプションとかね、リレーあるんでね。お、ここは。結構思ったより時間かかんないね、これな。もっと時間かかるんかなと思ってるけど。潜水艇奪うときにちょっと敵とやり合うのかなとか思ったんだけど。ハッカー。あ、この上でクレーンが。あ、なるほどな。ちょっと忘れてんな、これ。うん。これ、ロンがいるの？これ、ロンがいるのかな、これな。これ、今、クレーン、ロンが操縦してんのかな、これな。なるほど。ロンが、クレーンを操縦して、で、トレーラーに潜水艇を積み込んでトレバーが運転するわけだな、これな。これまだ終わっちゃいねえんだよ、これ。あ、フロイドが今クレーン操縦してんだ。よし、倉庫で潜水艇を下ろせ。SPS 行ってみようか。あ、いいか。PPC 行くか。Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. あ、フロイドだったんだ。クレーン操縦したのはロンかなと思ったよ。ロンはロスサントスに来てないんだな。ブレングにいるんだ、ずっと。多分あの後半になったら多分出てくると思うんだよね、ロンもね。ミッションに絡んでくると思うんだよ。Deborah's home. No cut for you. No cut for Deborah. これな。SPS 行ってみようか。まあ両方切り替えていくんでね。うん。あの歩行時とかもね。歩行時はでも SPS が主になんだけどね。Take it in this warehouse here. この倉庫に入って開くか。なるほど。あそこに止めた。ああ、黄色いマーカーがあるな。よし、これでミッションコンプリートなのかな、これ。あ、よかった。結構短いわ。トラックが出ろ。トラックが出て、このエリアから離れたら、コンプリートなのかな。そうか、ガチだったら、この弾をいただいてやるからな、最低。これミッションコンプリート、これ。よしよしよし。こっから出てりゃ、出りゃいいの、これ。どっから出りゃいいの、これ。こっか？あ、ミッション、小型潜水艇をコンプリートしました。オッケー。よし、今回はこの辺にしとこうか。はい、今回もね、グランドセフトオート5キャンペーンのね、プレイ実況動画をやっていきました。あと、よろしければ、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。